もともと壁画職人という、まあ、塗装職人ですよね。でそのキャリアを経て今は、ペイントアーティストっていう、まあ、肩書きでやらせてもらってるんですけど、今回もともとずっとやりたかったのがそのやっぱり壁画、大きなその壁面にしかもこう通り人が見ているところで徐々にこう絵ができていくっていうようなスタイルをずっとやりたかったんですけども、それがこの東京、もう日本の一番いいロケーションで、やらせてもらえるってことで今回すごくワクワクしてます。